中国共産党中央委員会主席は中国共産党においてかつて存在した党主職。略称は中共中央主席、党主席など。1945年の第7回中国共産党全国代表大会によって設置され、1982年の第12回全国代表大会で廃止された。 1935年1月の順位会議以降、中国共産党における指導権を掌握していった毛沢東は、総書記として党運営の最高責任者の地位にあった長文典を退け、1943年3月20日の党中央政治局会議において、中国共産党中央政治局主席権、中央書記どころ主席に就任した。この会議では、 党中央政治局がすべての重大問題を決定する権限を持つこと、中央政治局が決定した方針に基づいて、党中央初期どころが、党の日常活動を処理すること、毛沢東が中央初期どころの主席として、中央初期どころの最終的決定権を持つことが決議された。これにより、毛沢東は、党の最終決定権を獲得した。1945年、 第7回党大会で、毛沢党思想が、党規約に指導理念として加えられ、党の最高指導機関である党中央委員会の最高位として、中国共産党中央委員会主席の職が設置された。この党大会で制定された党規約では、党中央委員会主席が、中央政治局と中央初期どころの主席を兼職することが定められたため、 党中央委員会主席は党の最高職として位置づけられた。同年6月19日の第7期党中央委員会第1回全体会議において、毛沢東は正式に中国共産党中央委員会主席に就任し、系の権威と権力は全党的なものとなった。日中戦争とそれに続く第2次国境内戦に勝利した中国共産党は、 1949年10月1日、中華人民共和国を建国した。建国時の臨時憲法である中国人民政治協商会議共同綱領や1954年の中華人民共和国憲法では、統制分業が施行され、中国共産党による国家の領土は明記されていなかったが、 建国直後の1949年11月には中央人民政府内に中国共産党の党委員会が設置され政務員には党組が設けられていくなど国家機関に対する中国共産党の指導性は実質的には強まっていった。そして1954年憲法の制定により中華人民共和国は人民民主主義国家から 社会主義国家へと正式に転換を図った。各して中国共産党は中華人民共和国の指導政党となり、その党首である中国共産党中央委員会主席は事実上の国家の最高指導者として位置づけられた。中国共産党中央委員会主席の毛沢東は国家元首である中華人民共和国主席。 中国共産党の党軍にして事実上の国軍でも、ある中国人民解放軍の党推薦者の中華人民、共和国国防委員会主席と中国共産党中央軍事委員会主席を兼ね、党、国家、軍の三権を独占した。1956年9月、中国共産党が政権を獲得してから、初めての党大会である第八回党大会が開催された。 この党大会では、さきの第7回党大会で定められた中央委員会主席に関する条文が改正され、中央委員会主席と中央初期どころ主席の兼職規定が廃止された。これは中央政治局常務委員会の再設置に伴い、中央初期どころが中央委員会の職権を代行する権労を失って中央政治局及び、 中央政治局常務委員会の指導下で党の日常業務を処理する機構に改組されたことによるものである。また、中央初期どころには新たに総書記が設置され、党昌兵が任命された。以後、党昌兵が文化大革命で失脚するまで、中央委員会主席が党の最高指導者、中央初期ところ総書記が党の日常業務の最高責任者という体制が、 続く。なお、第8回党大会による、党規約改正により、名誉主席の地位も盛り込まれている。この、名誉主席の地位について、日本の現代中国政治学者である、毛利和子は、毛沢東に対する個人崇拝の目を積むために、設けられたポストであると指摘する。大躍進政策の失敗の責任をとり、1959年、毛沢東は、国家主席の地位を、 劉少奇に譲った。しかし、毛沢東は引き続き党中央委員会主席の地位に止まり、毛沢東が党内序列1位、劉少奇が党中央委員会第一副主席として序列2位となった。かくして、毛沢東は、党の最高指導者としての地位は保ったが、以後、劉少奇、党昇平ラインが党と国家機構を掌握した。劉少奇、党昇平ラインは、 毛沢東が推し進めた急進的な社会主義路線を現実的な路線へと修正していった。一方、急進的な社会主義路線の継続を求めた家は、1950年代末より、党による一元的支配、党政府分を主張し、党による支配を貫徹させて、統治の効率を高め、社会主義国家の建設を目指そうとした。家と竜。 東ラインの路線対立が深まる中、1966年、家は文化大革命を発動し、劉・東ラインから脱権を果たした。1968年の大八期十二中全会で、劉正期は、東内外のすべての役職を解任されて党から除名された。また、東昌平は党籍こそ維持したものの、やはりすべての役職を剥奪された。 文化大革命で、党や国家機構は、麻痺したが、劉少期と、党将兵を失脚に追いやった、毛沢東は、その目的を果たすと、党、国家機構の再建に乗り出した。家は1969年4月の第9回党大会で、党規約改正を行い、党中央初期ところを廃止するとともに、党中央委員会主席の党機構、政府、軍に対する、 指導権を強化して、専権体制を固めた。1975年1月には、憲法が改正されたが、この憲法では、中国共産党による国家の領土が明記され、党政不分体制が確実なものとなった。この憲法改正で、劉少期の失脚によって、空席となっていた国家主席は、正式に廃止され、国家元首としての権能は、 全国人民代表体会場務委員会委員長に移行したが国家主席が保有していた国務委員総理の人事提案権は中国共産党中央委員会が全国武装力民兵などの統帥権は中国共産党中央委員会主席が行使することが憲法で明記された。1976年9月9日、毛沢東は党中央委員会主席権。 中央軍事委員会主席に在任のまま死去。同年10月7日、毛沢東夫人、後世ら4人組を打倒した過国法が公認の党中央委員会主席兼中央軍事委員会主席に就任した。権力基盤が弱かった過国法は毛沢東から後継者としての委託を受けていたと主張し、権力を固めようとした。しかし、 1977年7月の第10期三中全会で復活を果たした東昌平が1978年12月の第11期三中全会で過国法から中国共産党のトップとしての実権を奪った。過国法は党主席の地位に止まったものの東昌平によって権限を徐々に剥奪されていった。1980年2月の 第11期後中前会で第9回党大会以降廃止されていた党、中央初期どころが復活するとともに、中央初期ところ総書記の職も再設置された。中央初期ところ総書記には、党将兵の信頼厚い雇用法が就任し、再び党首と党の日常業務の最高責任者が分離する体制となった。過国法は、結局、1980年に国務院総理を 翌1981年6月29日、第11期6中全会において、党中央委員会主席兼、中央軍事委員会主席を辞任した。後継の党中央委員会主席には、雇用法が就任し、中央初期ところ総書記を兼務した。また、党中央軍事委員会主席には、党昌平が就任した。国務院総理にはやはり、 東小平の信頼が厚い一子仕様が厚いており、ここに東小平を中心とする指導体制が確立した。毛沢東が施行した統制不分体制は、その一気過ぎから経済の筆足と政治の混乱をもたらした。そのため、東小平体制にとっては改革開放路線の障害となるものであった。そこで、統西不分体制の残滓を有する1978年、 憲法は、党商兵体制において改正されることになり、中国共産党による国家の領土を定める、一方で、党政分業を施行した新憲法が制定されることになった。新憲法の制定を間近に控えた1982年9月の第12回党大会において、党規約が改正され、中国共産党中央委員会主席は廃止された。そして、 新たに党の最高職として、中国共産党中央委員会総書記が設置され、同職が中央書記ところを統括して、党の日常業務の最高責任者となることが定められた。これに伴い、同年9月12日の第12期一中前会において、党中央委員会主席だった雇用法は、党中央委員会総書記に就任し、党主席制は終焉を迎えた。 シンガポール市、ストレーツタイムズは2020年10月27日、中国共産党が2022年の党大会で、最高指導者が絶大な権限を持つ、党主席制を復活させ、習近平国家主席が就任する方向だと伝えた。複数の中国指導部に近い筋の話としている。第十九期中央委員会第五回総会で、同氏は叩き台が水面下で、 討論されるとの見通しを示した。同志は、党主席のほかに、複数の党副主席を置き、現在7人で構成される最高指導部、政治局常務委員会は5人か3人に、縮小されるとしている。党主席制については、これまで何度も復活するとの観測が出た。党中央委員会全体会議における選挙で、選出される。中国共産党中央委員会主席は、 党の最高指導機関である中央委員会を主催し、同委員会の活動を指導する。その他の職権について、第7期から第11期にかけて、各機党大会で制定された中国共産党規約から中国共産党中央委員会主席の職権に関する部分を掲出する。第11期の党規約には中国共産党中央委員会主席についての 具体的な職権は記されていない。中国共産党中央政治局主席権、中央初期どころ、主席中国共産党中央委員会主席ケザと230から231ページ。ケザと142ページ。ケザと143から144ページ。ケザと225ページ。ケザと142ページ。当規約については、 新華社の公式ウェブサイト、新化網より中国共産党歴事全国代表大会のページに掲出されている各大会の中国共産党焦点の項目を参考にした。ありがとうございます。